8年前、相談したいことでもあるの？鶴木峰さん、どうしたの？ここで話しづらいことなら生活指導室とかに行ってもいいの？鶴木峰さん？それは分かったけど、でも
目上の人にはちゃんとした態度を取らないとダメよ。はい。でも本当先生ちっちゃいよね。そうかもしれないけど、そんなはっきり言わなくても。私もう剣峰なんてごつい名字じゃないですか。名前だってキリッだし。そう立派な名前だと思うわ。かっこいいじゃない。かっこいいって？身長もそこそこあるし、まだ伸びてるんですよ。4月だけで3センチも伸びてるし。何を？3センチ？それなのに胸はまだ80に届かないとか。あ、かった。え？なんでもない。だから反動なのかな。昔からちっちゃくて可愛いもの大好きなんですよね。そうなの。それが言いたかったの？はい。ほう。私てっきり授業の質問かと思ったのに。あ、私古典全然わかんないんで質問なんてないです。ちょっと。理数は得意なんだけど。そうなの？それじゃ数理部とか入ってみない？数理部？なんで？先生、数理部の顧問なの。え？なんで？先生、古典の先生でしょ？そうだけど、数理部の顧問の先生が私と入れ替わりで転任されちゃったから。あ、そうなんだ。他にもいろいろ引き受けちゃってね。古美術鑑定部の顧問代理とか、タイプライター部の顧問補佐とか、ハム犬の代行顧問とか。ハムスター研究部？アマチュア無線。ふぅ、スタッフが辛いな。数理部か。どう？今年の春最後の部員が卒業しちゃったから、今誰もいなくなっちゃって、このままじゃ廃部になっちゃうの。え、そうすると顧問一人、部員一人？そうなるけど、すぐに部長さんになれるわよ。すると放課後はずっと二人きり。あ、入る。私数理部に入る。本当？ありがとう剣峰さん。これからずっとつくよちゃんと放課後一緒にいられるんだ。つくよちゃん？ちゃんと先生って呼びなさい。これからずっとつくよちゃんからちっちゃかわいい分を補給し放題。だから、そんな抱きついて頭の出回したりしないで。これはいいものだ。あ、つくよちゃん、ナマンダブナマンダブ。あ